お疲れ様です。今日も景色いいでしょ。後ろね、今日橋の手前でお話しするんですけど、今日なんとちょっと新企画、まあサムネにあると思うんですけど、塗装屋さんの本当にあった丸々な話っていうことで、まあ今日のサムネはね、諜報部員がどうちゃらこうちゃらだと思うんですけど、本当になんちゅうか、まあ一応ね、社長をやって十何年で、まあ、100人200人っていう人がさ、まあ動くような社長やってるからさ、本当にいろんな人を見るわけよ。本当にいろんな人を見るわけよ。ね、だってまあ直接今お客さんともほとんど喋んないけど、まあ、YouTube 撮りに出るときは喋るけどね。まあ営業もおるし、マネージャーもおるからね、今。で、職人で別に俺がまあ作業するってもうないでしょ、ほとんど。YouTube 撮ってるばっかだけどさ。うん。で、なんちゅうかな。本当にいろんな面白い話をさ、まあ俺さ、お酒会社の近くで飲んだり、もう職人と、もうとにかく俺社員と飲んで、ね、ああでない、こうでない、お前出せんだよとか、お前ずっと言ってたけど、もっとしっかりせえとか、まあそういう、まあ鬱陶しいけどね、酒飲みは。でもまあ、基本楽しい話をするようにしてるけど、うん。だからお酒社員と飲んで、まあね、いろんな話するの好きだから、まあいろんな話するときに居酒屋でさ、まあ要、居酒屋のおばちゃんとかと話すじゃん。で、こんな昔こんなことあったんだ、あんなことあったんだとかさ、まあ話すとね、本当それ面白いね、本当それこそそれ YouTube でやったらってよく言われるんですよ最近で。ちょっとまあね、もうチャンネル登録者10万っていうのの目標に動いてるからさ、ちょっと最近セミナー動画もちょっと伸びてこんしね。ちょっとみんな見てる？塗装屋さん、あれ結構本当にマジで勉強になること言ってるから、見ていいねつけてよ、ちゃんといいねつけてよ今日もね。で、今日はその諜報部員の話をちょっとして、まあ、これからちょっとこれシリーズ化しとこうと思ってるんで、ぜひ皆さん見てください。これもう毎日はあげねんかもしれんけど、まあまあ週に1本2本3本ぐらいは行きたいなと思ってます。今日はじゃあ諜報部員、お客様がね、外壁塗装を塗り替えの依頼が来て、まあこれね、名前とか地域とかちょっと言うと特定されちゃうもんで、まあちょっと怒られちゃう。またその人に諜報活動されるとかなんでね、諜報部員で007だからね、スパイだからね。じゃあ本当にその人がなんか自衛隊かなんかの諜報部っていうの、諜報の仕事をまあやってるっていうことは聞いてるんですよ。うん。で、まあその人とどういうエピソードがあったかっていうと、まあ、外壁塗装の普通に、まあ、依頼があるわね。で、まあ、見積もり出して、他の他社さんも何社か見積もり出して、まあ、じゃあうちがいいなって言って、契約するわけじゃないですか。で、まあ、契約して、まあ、うちの YouTube にも出てくれてる、まあ、塗装の職人だったかな、担当が。で、営業も、まあ、きちっとした人かな、フル株の方だよね。もう何年も前だよ。もう何年前かな、5年以上前かな、もっと前かもしれない。ちょっと申し訳ないけど、この話でさ、現場に、まあ、職人足場かけて塗装するよね。で、塗装したらさ、まあ、下塗りかけて、中塗り、上塗りって、上塗り剤2回塗るでしょ。で、まあ、終わった時点で、納得できんと、まあ、言うわけよ。お客様がね。うん、その諜報部員だよ。で、なんちゅうんかな。まあ、俺に直接言ったわけじゃないです。職人に言った話。で、俺もその時はもう全然知らなかった。後から聞いた話だよ。で、まあ、納得できんに塗り替えろと。うん。塗り替えろとか、もう一回 上塗りかけろと。で、うち折り込みチラシにも、そこを歌ってんのは、もう納得できんかったら、やり直しますって、何度でもやり直しますっていうことを歌ってるんですよ。まあ、こんなん YouTube で言うと変なお客さん来ると嫌だけど、まあでもそう、歌ってるんです。まあ、愛知、三重、岐阜だけのね、うちは塗装しかやんないですけど。で、まあ、そういう約束しとるから、やらなきゃね、納得できてないんだもんで。で、まあまあもう一回かけると。で、これまあ塗装職人さん見てるの多いと思うんであれだけど、そのローラー転がすだけで早いよね。今ね、愛知、三重、岐阜でもね、4度塗りとかね、5度塗りって折り込みチラシ売ってるところとか、ホームページで歌ってるとこあるんですよ。だけど、そのローラーだけだったらもう誰でもバカでも超でもできるよね。1日で終わっちゃうよ、あんなもん。ただ材料費のことだけでしょ。ただそのハケまでなんだってちゃんと拾おうと思ったら、いや結構かかるぞって思うんだけど、まあまあ、それもお客さんが、まあ、じゃあ塗り直せって、上塗りね。で、その人も暇人だったもんで、ね、もう毎日家にいてチェックしてたらしいんだわ。で、まあまあ、ちゃんと一回かけましたと。で、確認もしてもらいました。ならさ、納得するじゃん、普通。で、しかも毎日現場にいるんだよ。
だからああだこうだって指示してんだよ、ここ興奮しろああ興奮しろ、職人をね、デラウッドしてでしょ、職人やってたら、お前素人が何くちゃさうんだって、そのこうお願いしますみたいな、じゃあそのね、これ荷物どかしくねえんとか、ここちょっとここもやってくれえんとかは分かるよ。だけどなんかもうなんかごちゃ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 本当うるさい人なんだわ。でもう一回塗って、まあ4度塗りになってるよね、その時点で。上塗りが3回だから下塗り1回のね、ならもう一回塗れと。えなるでしょ、えってなるでしょ。ではとか思ってさ、まあそれはまだ俺ないよ。でもその時点ぐらい多分もう店長とかにも話が広がってたと思うんだけど、その当時のね。で俺のところにはまだ来てない。で確かね、俺も確かもう覚えだけどだいぶ古いもんで、もう一回塗ってんだわ。じゃあもうこれその代わりもうこう納得しんとこどこか行ってくださいみたいな感じでね。でじゃあそれもう現場にちゃんとおって、でこれでいいですかって、まあ、なるじゃん。でもうそれもそうちゃんと毎日確認しながら やったから、その店長とかもう営業レベルじゃ話にならんからって言ってる。でだってそれだけでももうすごい人的コストでしょ。うち営業マンが動いて、店長動いて、ね、職人ね、次の現場あんのに止めてそこ直しとるわけじゃん。もう相当かかっとると思うよ、1週間じゃ聞いてないと思うよ。でそれで何が起こったかっていうと、今度は、まあ、壁はいい、外壁の壁はいい、じゃあなって、ちょっと待ったよ、6分か、じゃあなって、その詫びの印にその玄関とかちょっとブロックになってんじゃんね。でそこをちょっとちゃんともう一回、あもう一回じゃない、塗ってないじゃん、ああいうのってさ。まあこれ今ね YouTube 映ってるかどうか分かんないけど、アスファルトなんかアスファルトでしょ、色なんか塗ってないじゃん。でこういうその玄関のそのアプローチみたいなね、その階段になってるみたいなとことかを塗れと。でアホだもんでさ、まあ俺から言いました、営業も職人も塗ってもらったんだわ、それを。でまあその時にはまだ俺のところに話来てないんだけど、じゃあ今度それが納得できんって言うわけ、言い出したわけ。もう一回塗ってくれと、上塗りを。やばいでしょ言葉を知らんでしょ、俺もね、もうそれだけでやばいで、今日もう今度終わりかなと思うんだけど、こっからすごいからね、まあ、全然こんなまだ序の口だからね。でもうそれは俺に話が来る、まあ、その時当時マネージャーいなかった、みんな店長の上に俺だったで、うん、だから俺のところに話が来て、はみたいな、ね、とんなお前らみたいな、そら俺行くわみたいな。で俺話 しに行くって言って、まあ、話しに行ったんですよ、うん、これまあお客さんも聞いとるもんさ、なんだ社長来てってちょっと思うような話なんですよ。ただそ本当にもうめちゃくちゃ痛いんだよ、そうなの、数回だよ俺やったの。まあ結構あるけど数回もあるよね、十何年で。まあここ数年はそんなんないけど、まあ最初の当時の 5,6 年とかまあ結構そういう、うん、まあしょうもないこと結構あったし、まああとうちの仕事がちょっとね、仕事だけじゃなくそのね、なんか挨拶ができんかったとかもそういうのもあったしね。でまあ俺が話しに行った時点で、その玄関の防水剤かなんか確か塗ってあったんだよね、アプローチ結構な平米だよ、うん、あのそう玄関からね門扉のところまでのそのあれをなんか塗ってあったんだろう確か。でもう一回塗ってほしい、塗ってほしいなんていう依頼じゃないよ、塗れって、納得できないからって。で俺が話したのは、じゃあどうが納得できないですかって、まあ、これ営業手法っていうか勉強にもなるであれですけど、あのいやその納得できないのはまあ分かったわね。でじゃあ何が納得できないんですかって、その深掘りしてくる、まあまあいいや、営業の勉強じゃ話じゃないから今日は。で、まあ、深掘りしてったわけですよ。でもそのお客様、お客さんがね言ったのが、まあ、お客とも言いたないぐらいだけど、まあ、とにかく納得できん、本当とにかく納得できん、どこがですかって。だからもう職人が鬱陶しいとか、なんか抽象的なことしか言わない。いやいや、動画悪いか直してくれたら直すもんで、ね、とにかくもう一回上塗りしてくれって。いやだからただ単にさ、そんなんさ、ただ単に上塗りしてくれじゃ分からん、また同じことになっちゃうもんで、じゃあどこが納得できんかちゃんと言ってくださいよって。いや僕は直しますよって、うん、まあ最初腰低く言ってたわ多分多分ね。でもうとにかく納得できん、とにかくやり直せ、 上塗りかけろ、上塗りかけろ、防水剤ね。で、あもうピーンときたのは、これなんかあの一般の人ってよく思いがちなのが、上塗りってさ何回もかけ、これってよくないですか、塗装職人さんのあるあるだと思うんだけど、お客さんってなんか材料多ければ多いほど、上塗りかければかけるほど長持ちすると思ってる人いるじゃん。
でそれはまあ俺らはもう説明するんだけど、もう営業もおるしプランナーもおるからね、そういうこと聞かれると、まあ、職人さんでもはっきり分かんないでしょ、そこってどうなんだろうって。これ実際俺はもうメーカーにも聞いてるけど、上塗りなんかかければかけるほどいいっていうもんじゃないんですよ。結局密着とあの表面の劣化でしょ、だから表面の劣化は変わんないじゃん、どんだけ塗ったって。で厚くすると膨らみが出てきたり、そのね、いろんなことが起こるもんで、このじゃあ4回5回ってあの塗り替え10年に1回塗る、15年に1回塗るんだもんね、3回塗った時にもうどんだけ分厚くなっちまうのって、で膨れが出てきたりしちゃうんですよ。だからあんま良くない上塗りかければかけるほどいいよなんていうのはもうその間違いだって。4度塗り5度塗りってホームページで言ったら、またそういうところお客さん一番だけどね、本当にでそれが困るけど、まあまあそうそう、俺もメーカーに確認してね、そんなこと良くないよっていう話も聞いてるからさ。だからまああれですけど、まあ、また話ずれるな俺、まあ、そう本当にあった諜報部員の話だったね。でまあそうやって思ってるから、あ、まあ、これそうだなと思ったから、まあもうそれ説明するわけですよ。まあこんなん上塗りかければかけるほどいいわけじゃないですよ、ああですよこうですよって。だからまあどうなってったかわからんすけど、とにかくなんかもう最後は言い合いになったんですよ。もう俺もお前って言ってた確か、まあお前とは言ってないけど、うん、で何っていうのはそのさ、まあこれ話の前後がちょっと狂っちゃうんだけど、うん、まあとにかくその何、お客さんがもうお金払いたくないとか、あれだこうだ、もうええわじゃあ金払わんとか、もうとにかく難癖、もうお金払わん、だってお前らこんだけ日程遅れたんだもんね、お前1日車両5万だとか、もうそんな感じよ。まあ そんなこと言ったかどうか覚えてないけど、もうとにかくもうやからみたいなことずっと言ってくるわけですよ。でちょっともう俺もそこまで言ったらもうそれはスイッチ入るでしょ。でお前さって言ってなるじゃん、うん、ちょっとなんでそんなことまでしなかったんですかって、無理っすわって、うん、勘弁してくださいよって、まあ、敬語は使うよ俺、どんだけ閣下しとってもそらね敬語ぐらいは使えるぐらいのその、まあ、社長だしね、うん、で何を言っとるんですかあなたはって、うん、そんなこと通るわけないじゃないですかみたいな感じよ。でもう拉致があかん状態だよね、裁判でも何でもやりますよ僕はって、うん、とにかくじゃあもう負けるとか僕はもうないです、俺泣き寝入りがやだもんね、よくおるんですよ本当に。まあ他の動画でもちょっと言ったことあるかもしれんけど、そういう人おるんだよね、なんかもう泣き寝入りさせた経験がある人で泣き寝入りさせようとしてくるんだよね。でだって裁判やったら本当に結構かかるんですよ、50万とか100万ぐらいかかるんですよ。だけど俺本当にもう30万40万の話でも50万かけて取ったるもんね、その俺が悪いことしてなかったら。当たり前でしょ、喧嘩で負けるわけにいかんじゃん、社長やってんだから、従業員にもそういう姿勢見せれんからね。うん、まあまあまあ話はずれるね。でまあバーなってでさ、まあいいなと思ったのがさ、そのとにかくでもそういう人がもう俺と喋らへんもんで、もうわーって一回なったからね。でただうちの営業とかにもうそれこそ諜報部員ですよ、なんかもう2時間とか3時間嫌がらせ電話っていうの、ああだろうこうだろう、お前んところ社長こんな偉そうに言ってお前払えんだろう、ああだろうこうだろうって夜の9時とかからね、まあまあその時間はまあ適当だよ。でもでそいつらも目いってくるじゃん、足場もかけっぱなしだしこっちも折れてくるじゃん、俺もあの精神状態おかしくなるよ俺もね、社長でも。で俺がもう行くんですよ、もう会社から1時間以上かかる、1時間半ぐらいのところでしたわ、本社からね。行ってもおるけど出てこんとか、何々さんいますよねって言って出てきてくださいよ、車あるじゃないですかみたいな。でたまたまね、なんか奥さんがおるときに俺行ったんです、奥さんがなんか仕事してた、多分その旦那さん仕事してなかったんかな、毎日昼間おったから。その旦那さんが敵だよ、諜報部員だよ、敵って言ったら関係ないよ諜報部員で。そのたまたま俺がいたときに奥さんがなんか夕暮れかなんかでおったんだよね。で行ったら旦那さん出てきたんだわ。で今日はなんか嫁がおるもんで、ね、嫁っていうか妻がねおるもんで、違う日に来てくれみたいな、違う日に来てくれも来そうもん、だって毎回来ても出てこんじゃないですかみたいな。もう本当にもう俺はもうそれモードだよ、もうこれお客さんが聞いたら大丈夫この社長って思うかもしれないですけど、ないですお客さんのところに回ってるから、あのいろんな人が知ってるからコメント書いてくださいね、お客から俺を見たことあるお客さん、もうこのままですからね大丈夫ですでバーってなって、そのあ なったっていうか、もうとにかく奥さんが俺で帰ってってくれどのごろみたいな感じだったから、まあまあ帰ったその時は。でもあ俺もう分かったんだ、あ この人奥さんに自分のそういうとこ見せてないんだなと思って、わざともう夕方とか夜とかね7時とかね、まあ、そんなあんま遅く行ったらあかんけどね、6時7時とかその奥さんがおるぐらいのタイミングに行ったらやっぱ出てくんだわ俺の。そっからはもうバトルよ、バトルっていうか、だって大きい声も出してこない、
で、あの、いやもう本当に開発マンと困りますよって言って、そうそうそう、最後そうそう、で奥さんに話したんだ。で旦那さんこういう風にやってます、うちの営業マンに2時間も3時間も電話してこういう風にやってます、お金ももう払わんって言ってます、僕らこうやって4回も5回ももう塗りました、であとは納得できんところは直しますって言うんですけど、どうが納得できるかわからんもんで、とにかく全部塗り直せって言ってます、だからこれはもうわからん僕もって。で奥さんがもう、あまただみたいな感じよ、うちの旦那の悪癖出たみたいな、諜報部員だから頭おかしがっちゃったんだよね多分って言ったらまた嫌がらせされるから、これまだ終わらんからちょっとやめないでね、終わるのちょっと長くなってますけど、もっとすごいことを本当伝えるから。でまあさあ話はついて、お金確かもらったんですよ、じゃあこことここちゃんとここやって足場もバラしたらお金払いますって奥さんと話ついてでやったんですよ。で、まあ、そんなことする人だってさ、まあ、これあの先に言ってると職人とかが聞いとったのは、もうオートバックスとか行ってオイル交換してお金払ったことねえよ俺はみたいな、職人にその自慢話みたいな、俺は飯屋行ってこうやって行って金払ったことねえみたいな、この間どこどこ行ってよみたいな、なんかこちゃこちゃ行ったったらもう飯食わんであのタダで食えたわみたいな、もうそんな人だからね、だから俺悪くないって言ったら、まあ悪いか悪いかな、そういう人でも乗り越えれる経営者の力をつくれなあかんけど、まあそれぐらいの人に対しての話、もう今だったらそれでも綺麗に自信があるぐらい大人になっちゃったけど俺もね。でそうそう、お金払って何が始まったか、これこそ恐怖、諜報部員ゆえんなんですけど、なんかああいう2チャンネルとか、もうとにかくありとあらゆるその外気塗装の塗装会社の口コミサイトとかあるじゃん、もうありとあらゆるところにでやーってもう悪口を書き出したんですよ。それすごい量だよ、塗り替え道場例えば悪口とか、まあその時に書いた言葉で検索するとでやーってもう検索 Google がかかってきちゃうぐらい。でもうそれを俺らがなんで気づいたかって言ったら、他のお客様から言われたんですよ。二階道場でこう社長が来て怒鳴り散らすとか、まあちょっと本当のこと書いてあるんだ、さすがね自衛隊の諜報部員プロだでね、諜報活動のね、だから嘘ではないんだ、訴えられてもいいような感じのことはブワー書いてあるんですよ。大げさな書いてあるけどね、怒鳴り込んできたとか、怒鳴り込んでねえしみたいな、うん、もう殴られる勢いだった、でそんなんだって表現でしょ、俺絶対殴るようなことはしないじゃん、ただ、ね、そんなこと言わんでくださいよみたいな、向こうなんかもっと言っとるよ、あお前だだよみたいな、だから殴るわけないのに、まあだけどそれって表現なもんで、そのさ、まあ殴られると思ったって言ったらそんでよしでしょ、なんかそういう書き方よ。で他のお客さんにももうすごい悪い影響になっちゃって、もうやすごいでしょこれ、だってこんなことあるからね。であのどうやって解決したかっていうのは、あの弁護士に依頼しました、これは本当に、うん、だってすげえもん口コミ、最初は本当に俺らも2チャンネルに問い合わせてとか、そこの運営でも運営もなんかよく分かんないとかサイトとかあんだわ、うん、で、まあ、裁判もかけて、おだってすごい金払っとるよ多分、裁判しとるで、裁判というか弁護士挟んで話しただけかな、だけどこれもう即刻消さないとあなたって、もうこういう処置に出ますうちはって、うん、まあ俺ちょっとそちょっと何か忘れたけど、まあ慰謝料を請求するんか、あの名誉毀損で訴えるんかみたいなことを確かやったんだわ。ならまあそれまあ消えたんだけど、うん、まあちょっとオチがなかったね、お前初めて話す、うん、塗装屋の丸々の話だ、ちょっとごめんね、オチがちょっとねなかったけど、うん、まあすごいでしょ。でもそういうお客さん本当にいっぱいあるよ、もう本当お客さんシリーズなんか俺なんぼでもあるぐらい、わけわかんない人いっぱいいるからね、だからちょっとまた今度それは話すんですけど。